何か口へ飛び込んだ。あれあれ、なんか飛び出した。なんだ、南京豆か。ではわしの大好物、誰食べてやりましょう。ガリガリガリ、あいたたたた、これはまた恐ろしく硬い南京豆だわ。じゃあおじいさん、金槌で割りましょうよ。ああ、それがいいそれがいい。じゃあここへ乗せてと。おにゃーおにゃー、おやおやおや、あらま、かわいい子供が生まれたこと。おじいさんおばあさん、こんにちは。僕は南京豆助です。なになに、南京豆助じゃと。いやー、なんとお前は小さい体じゃな。僕小さくても面白い芸当をたくさん知っていますよ。一つご覧に入れましょう。えい、鼻から抜けて、はくしょ、これは面白い面白い。今度は口から入っておへそから飛び出してみせましょう。えい、いやいやいや、なるほど、これは不思議な芸当。今度は豆踊りでござい。いやあ、こんなにたくさんのご飯、わしたちではとても食べきれない。それでは近所の人にも分けてあげましょう。おーいおーい、お腹の空いた人は急いでいらっしゃいいらっしゃい。おやおやおや、これはごちそうさまで。ああ、お腹が膨れてはち切れそうだ。ああ、苦しい。これはたまらん。メリ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 、どうしー。うわー、ああ、お家が潰れて豆助がお家の下敷きになっちゃった。苦しい苦しい、おせんべいのようになっちゃった。ああ、これは大変、早くお医者さんを呼んできてください。早く早く、これ豆助やしっかりするんだよ。こんにちは、どうしたんですか。はい、子供がぺちゃんこになったんです。早く治してください。ああ、よしよし、それはわけのないことです。自転車の空気入れで空気を入れて膨らませてやりましょう。よいしょ、おらしょ、よいしょ。あれあれ、豆助がゴム風船のように窓から飛び出していった。あー、豆助やー、豆助やI'm not afraid.
宝物を持っていこう。うん、そこ、そこ。